こんにちは。ナナです。藤井聡太王将との戦いの後、菅井八段は、自身が敗着だと指摘した局面では、ずっと違う手を考えていたのに、なぜ、あの手を選んだのかびっくりしたと思わず本音をこぼしています。これで思い出すのが王座戦。今回は序盤でしたが、最終盤で起きたミラクルな出来事。いつも、感想戦では、相手の主張や分析を聞きながら、楽しそうに時間を過ごしている。藤井聡太王将ですが、菅井八段の落ち込みようを察し、静寂の時間がとても長かったように感じます。2連敗で、しかも完璧な内容で打ちのめされているため、しょうがないですよね。感想戦でも、当然1日目で間違ったと感じているわけですから、検討してもしょうがないみたいな気持ちにもなっていたのではと推測します。ちなみにお話にならない。びっくりしたという言葉は、さすがに、こんなところで間違うようじゃ、本当に話にならないよね。自分でも、こんな間違いをするなんてびっくりしたって、自戒を込めての言葉ですよね。ですが、どちらかといえば、トップ棋士の感覚を狂わせてしまうほど、藤井聡太王将が強いのだと私は理解しています。令和6年は辰年です。動物に当てると竜。藤井王将は、揮毫で昇竜と揮毫したことがありますが、まさに、今年も、八冠王の竜が、天高く舞い上がる一年になりそうな予感。今年は、初めて、第7局ファイナルステージで、白滝呉服店と斬新な企画を取り入れて羽織りますが、そもそも、最終局まで行くことがほぼないため、誰も期待はしていないと思われます。さて、佐賀の大公園で行われた王将戦第2局。決着は15時台と早く、藤井王将は2時間15分。そして、投了した菅井八段も1時間23分も残していました。2日目の解説を担当した木村九段が、早い段階で興味深い形勢判断と解説をしていたので一緒に見ていきましょう。王将は対局後形勢の良さを感じた局面を聞かれ、73手目4二歩と垂らしてと金で攻めがつながる形ができたと思っていましたと答えていますが、まさにこの局面について木村九段はとても興味深いことを解説していました。ちょうどその73手目のトーク、聞き手は飯野女流初段です。さあ飯野さん、次に藤井王将が指す手って決まってるでしょう。わかりやすいです。この先4一歩成、5一ととやった後に、じゃあ飯野さん、どこで間違いますかね、この将棋。いやー、間違えない。そう間違える要素が極端に少ない、可能性が低いということになる。とてもわかりやすい状況ではあります。じゃあどうやって紛れるのかというと、これは紛れないということになる、じゃないかとすら思えるわけで、数字以上の開きを感じる。淡白な棋士なら投げちゃってもおかしくない。このトークがあったのが藤井王将が良くなったとした73手目。形勢は先手 85% でしたが、ここで投げてもおかしくないとしていたほどでした。でもここでは諦めず、結局ここから40手ほど指し進め投了していますので、相当菅井八段にとっては厳しい時間が続いていたことがわかります。そういえば木村九段が王位戦で戦った時の感想戦で、その読みについていけなかったという内容のトークをしていました。いわく今はだいぶ声が大きくなりましたが、その当時は聞き取りつらかった。それで、さらに、高速で読みを披露されるので、何を言っているのかわからなかったけど、すごい読んでるんだなってことはわかったと伝えていました。対局者であってもわかったような気になって感想戦をしていたと。確かに、藤井聡太王将と同じレベルで検討分析ができる棋士は現時点ではいないでしょうね。たとえ、声が小さくても、指し手をある程度理解していればついていけますが、全く異次元レベルの読みを披露されるとさっぱりだったはず。このままだと
藤井王将の4連勝も見えていますが、木村九段のトークの中に、王将戦は他の棋戦と違い、3連勝すれば次の対局はなんとプロ棋士であっても、駒落ちの規定がある特殊なタイトル戦。文言はあるけど、それを使うことがなくなっているとも。さすがに、プロ棋士同士の戦いで、駒落ちとかプライドが許しませんよね。本当に、今でも、その規定があるのか調べてみると、将棋連盟など関連を見ても見当たりません。ちなみに、アルソックの王将戦ホームページでは、創設当初は、3番手直り制で3連勝した場合は自局、平手でなく、駒落ち、香落ちで対局を行う独自の制度があり、第4期で、大山王将が、挑戦者の松田八段に、1勝1敗、2000日手の後に3連勝し、タイトル戦での駒落ち対局が実現しました。という文言がありますので当時はあったと紹介はしています。これに関する有名なエピソードはありますが、現在の使用規定にはないものと思われます。これが仮に生きている規定なら、渡辺王将は、藤井竜王に挑まれた時に使いますかってなってますし、話題にもなっていそうな気がします。確かに3連敗したからといって、次は駒落ちで戦えますよと言われても、喜べないでしょう。これで喜んでいるようなら、それこそ、プロ意識はどこへって感じです。ちなみに、昨年末、藤井王位と里見女流王位の記念対局が今年も行われ、なんと、藤井王位が持ち時間10分なのに対して、里見女流王位は60分と、6倍の時間設定で勝負を叱ったと称賛する記事が多数ありましたが、あれだって失礼ですよね。なぜにハンディなしで戦わないのか。菅井八段は同じ振り飛車ですので、この戦いは参考になるかと聞かれ、あまり参考にはならないと答えています。その時も、これだけ時間差がある対局だからという理由でした。全くその通り。これで藤井王位に勝ちましたと言われてもピンとこないよね。ちなみに、里見さんは、ご結婚されて姓が変わっています。毎回感じますが、全身全霊をもって2日間を戦い、その瞬間その瞬間は、指し手を考え集中していますが、対局後に記者からの質問に対して、いつも丁寧に回答し、さらには感想戦をし検討するわけですよね。これに加えて、大盤解説会場での挨拶と検討がある場合もあります。私が気になる棋士の所作の中に駒をしまう場面があります。どんなに疲れていても、適当に道具を扱わない。将棋連盟ホームページの中に、将棋ライターが挙げたコラムの一節に、駒のしまい方を一つ取ってみても、そこには、日本文化の美徳が詰まっているのです。というものがあります。将棋の所作には、日本人が大切にしてきた礼節が詰まっている。藤井王将は、まず対局室に入ってくると、立ち会人席に座っている関係者に一礼。そして、駒の準備をするために対局者に一礼。駒箱を、盤の上に置き並べる前に、また、一礼と細やかな感謝をお辞儀という所作で伝えています。単純に、将棋に対する感謝ではなく、タイトル戦では、多くの人が支え、多くのファンがいるからこそ成り立っていると感じているため、すべてに感謝を伝えているのだと感じます。駒を並べる所作もさることながらしまう際も特徴的。プロ棋士の世界では、通常、上位者が数えながら駒をしまうことになっていますから、藤井王将は、どの対局でも、駒箱を開けて、最後は、それをしまう担当です。最後盤上に並んだ駒たちをざっとかき集めて、袋に詰めるのではなく、王将、玉将、飛車2枚、角2枚、金将4枚、などと分けて、順番に袋へ投入しますよね。ざーっと集めて、袋にしまうってことをしない。藤井王将は、羽織を畳むのも綺麗ならば、お辞儀も綺麗。将棋の盤駒を作ってくれた人、準備してくれた人への敬意と感謝も伝わってきます。そうそう。勝負の世界は、戦う前から集中力を高める必要があるため、
前日の移動などで話が止まらないという状態はあまり考えづらい。でも移動中一緒に乗車した人は何か話しかけたいと思っているのか、よくピリピリした空気であまり話ができなかったみたいなトークがあったりします。でもそれって察してあげましょうよという感じでいつも思っています。さすがにタイトル戦を経験した森内九段は、以前藤井さんと同じ車移動だったけど話しかけられる雰囲気ではなかったから話をしていないと語っていました。やっぱタイトル戦に出ていた棋士は気遣いが細やかだなと改めて感じます。そんな空気でも話そうとする人がいるんだなって前夜祭トークを聞きながら感じた次第です。ただ話さないといけないみたいな風にもしかすると思っているのかもしれませんが、対局前は話しかけないであげるのが一番の優しさだと感じています。そういえば今期シリーズ王将戦7番勝負の主催は毎日とスポニチですが、協賛に富士フイルムとあります。藤井王将への CM 依頼を実現させるためにはタイトル戦の協賛や将棋連盟への多大なる貢献を行っているかを見ているのかもしれませんね。さすが将棋第一主義であっても将棋連盟引いては将棋界全体を盛り上げるべく動いている。今回の動画では気になったことをいくつか盛り込んで振り返ってみました。次の王将戦はすぐにやってきます。27日から島根県の三瓶荘で指されます。次も楽しみですね。I can hear laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it happen?